互いの第一印象を教えて。森先生どうですか、僕の印象。いやもう先輩に対して喋りにくいテーマだなと思ってますけど。いや昔あの赤木先生の講義をレックで受講させていただいた時期とかもあって、なんか前おっしゃってましたね。それでなんかまあ印象としましては、なんか本当にあのまあでも関西ご出身ですかね。そうですね、はい。でまあ、大学も関西で、うん、あの講義も関西でされていて、その関西っていうイメージってなんかこう、まあ、プラスの部分とマイナスの部分でまあ世間の人あると思うんですね。僕もあの関西出身なんで、あの十字小学生、僕若い出身なんで、はいはいはい、だからその関西のイメージ あのプラスの部分をちゃんとこうあのこう反映させて、マイナス部分があんまりなくて、なんか本当に関西のいいところをなんかこう、わあお恥ずかしいわ、なんていうか、あの親しみやすいあの講師の先生だなと思って、あの講義とかあの見させていただきました。いやそれは嬉しいですね。じゃあ中橋先生から見て、私いや最初お会いっていうか、まあね、あの最初は多分ウェブ会議で、はい、そうなんですよね。でその時に、はい、あの事前にこう聞いてた話は、ね、昔こうお笑いをされてたという話で、でお笑いされてて、でしかも若イケメンっていうのがあって、これ絶対売れるでっていういう感じで、はい、見させていただきました。はい、いや非常に難しいテーマですね。難しいテーマですねこれね。こんなんでいいかな。